ふざけんなよ。絶対嫌だ。絶対嫌だ。はい、どうも、ムクでーす。どうも。はい、撮影終わりましたね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お前、こんなんじゃ帰れねえぞ。ちゃんと仕事しろよ。はい、どうですか今日ですか。今日はすごいね、衣装のこう、みんなさ、揃っててさ、初めてこういうの着たんですよ。おー、軽い。軽いですね。動きやすい。足もこんなになるもん。テレビで、うん、食べるに書いてある笑い方を見たんじゃないのか。例えば、失笑ってさ、みんな失笑。絶対爆笑って言ったら爆笑。あと何だろう。含み笑い。含み笑い。含み笑い。あと何だろう。あと思い出し笑い。私の中で不思議だな。含み笑い。失笑。覚えてくれない。失笑。爆笑。え、分かんない。こういうことじゃない。これ。そう、まあそう。あ、そう。作り笑い。作り笑い俺もないな。お前。そう、作り笑い。愛想笑い。お前。お前は一緒じゃねえかよ。そうですね。うん。作り笑い。愛想笑い。笑ってねえ、笑ってねえ。ちょっと待って、全然あの撮影の感想じゃないんですけど。撮影の感想じゃあ、そうなの。あ、福田は面白かった。そうですね。あの、じゃあ、撮影の感想。え？撮影の感想。うん、まあ、もう出来上がりを楽しみにしてもらいたいですけど。本当に、うん、久しぶりですね、表紙監督。うん。どうでした？なんか表紙監督にしては今日早かったね。早かった。朝もすごい早かった。ね、いつももっと長い、いつも表紙監督長いんですよ。本当に皆さん、あの字読んでね、表紙監督が写真がいいわなんて見てますけども、皆さん、普通のね、表紙監督だいたい40時間使ってるんで、みんな拘束時間、それぐらいもうみんな写真撮られて、もう引き継ぎですよ、笑って引き継ぎで笑って、ニヤッと立ってて終わったら、もう大変なことで、もうみんなイライラしたそれよりみんな引き継ぎ笑いってやってます。そう、相手さんのね、そのね、記事を撮るためにG サイドですね。すごい腰を折るでしょ。写真には写ってないですけども、いつもに。今度は直上園のお弁当だとか、もうなんかね、トライアンの予防感だとか、もうずらりと、それはもう豪華絢爛な撮影なんですけども、今日はムクさん、とても早かったので、あのサンドイッチが2個ぐらいある。シスト。予算をね、削減して。まあ、決算前ならしょうがないかなと。3月が決算なんでね、いろいろ、まあ、お金かけられないのかなと思いながら。そんなことないですよ。なんだよ。まあ今俺がやったことはもう2割方です。はい、はい、こんな感じでね、この現場どんなになってるのかなって知りたい人はですね、まあ、入社してみたらいいんじゃないかなと思います、うん、たくさんの人がいただいても足りないので、楽しい現場へおいでやすということで、ブックでした。
本当は90年代。